中年オタッキーです。とにかくね、最近時間が全くなくて困ってます。本当はね、サブチャンネルの、バイクチャンネルの方もね、作んなきゃいけないんですけど、とにかくね、メインのね、カメラチャンネルの方でも作る時間もギリギリでアップアップになってます。新年からね、ちょっと苦戦しておるんですけどもね、バイクチャンネルの動画回ってる方、本当にすみません。で、この忙しい中でも一応写真撮ってきたんで、まあ、結構ね、その忙しいで適当な視野になってるんですけどもね、今日はね、このカメラで写真撮ってきました。はい、これね、オリンパス OM1 になりますね。以前ね、視聴者様からいただいたものではなくてね、ジャンクで仕入れた、いくらだったかな ?1500 円ぐらいだったかな。でね、プリズムも腐食してなくてね、露出系も肝臓というね、奇跡の OM1 が入手できましたね。しかもジャンクで。で、撮ってきました。まあ、手に入れたらね、撮りたくなるのがね、佐賀っていうもんでね。で、レンズもこれまたジャンクで仕入れた、随行のね、135mm です。いい随行、オート T135mmF3.5 というね、中望遠レンズでね、適当にスナップしてきました。中望遠レンズでスナップっていうイメージ皆さんないと思うんですがね、意外といいんですね、これがね。以前の動画でもちょっとやりましたけどね、ニコンのオートニッコルでやりましたがね、今回は、随行でやっていこうと思います。それでは動画スタート。はい、今回使用したこのカメラ OM1 ですね、現在でもね、中古で人気が高いようで結構な価格で流通しているんですが、まあ、おたっきはね、ジャンクということで安価で入手したんですけども、何の問題もなく動いております。ただね、モルトはもう完全に劣化してたんでね、ここだけね、ちょっとフェルト剤を貼りましたが、何枚かね、光漏れしてるんで、もっとこの溝の中にもね、毛糸かなんかを突っ込んだが良かったかもしれませんね。まあ、おおむね映ってたんですけども、4枚ぐらい光線漏れがあったかな。でも、このカメラ、シャッタースピードは1000分の1マックスでね、まあ、性能的には平凡ではあるんですけども、このかなりコンパクトでデザインも良くて、感触も結構いいんでね、結構人気が高いんですね。うん、で、レンズなんですが、これ OM システム、E 随行オート T135mm の F3.5 というレンズで撮ってきてます。このオート T の T はテレっていう意味みたいですね。まあ、望遠ということですね。で、レンズ構成はね、4群5枚ということで、かなりシンプルな構成になっています。で、まあ、廉価版レンズということでね、新品でも2万円台で買えたみたいですね、当時ね。で、現在ではね、非常に安くて、アマゾンで見ても中古で3980円。2980円ですね。結構ね、安く、売ってます。で、まあ、ジャンク箱とかにもゴロゴロしているレンズになって、おたきはこれ500円で買ってきたのかな、ジャンクをね。非常に、安価で買うことができました。一応ね、前玉だけかびてたんで、このゴムでね、化粧板を取って、で、レンズを出してですね。で、無水アルコールで清掃して元に戻しました。他は大丈夫だったんで、そのまま使ってます。まあ、135mm ということでね、135mm って言ったらね、猫レンズって言ってね、猫とか犬とかを撮るのに非常に良い長さということなんですが、今回はまあスナップ撮ってきたんですけど、まあ、スナップどう、撮ったらどういう効果があるのかっていうのを、まあ、ちょっとね、作例を見ながら紹介していこうと思いますが、今回の作例がね、まあ、フィルムがね、オルボ N75 っていうね、ISO320 の非常に珍しいフィルムを使ったんですけども、どうも現像時間が合ってなかったのかな、非常に流浄感が出てしまいました。一応、カワウソ商店さんのね、サイトで見ると、D76 現役20度9分30秒っていうことになってたんですけども、これはちょっと長いんじゃないかな。もしかしたら長いんじゃないかなと思うんですが、まあとりあえずね、その辺もね、踏まえて、ちょっと作例の方をね、今日、ちょっといまいちの作例になりますが、作例の方を紹介していこうと思います。はい、作例ですがね、これもう見てわかる通りにね、もうザラザラに流浄感が出てしまってますね。まあ、
黒もね、今一つ閉まってなくて、おそらくこれは加減像になると思いますね。現像時間もう1分ぐらい短くても良かったんだと思います。でね、この中望遠でね、スナップを撮る利点というのはね、人にね、見られてもね、へっちゃらということですね。結構ね、人が写るような写真を、大胆に撮ることができます。もちろんこのようにね、近くを写して背景ボケを作ることもできるんですけどもね、近くを撮るといっても最短撮影距離が 1.5 メーターということで、大して寄れません。で、このようにね、人が写ってでもね、プレッシャーがないのが、135ミリでスナップを撮るときのいいところです。まあ、これもね、バスの運転手に絶対気づかれない距離からこのぐらいの、アップで撮ることができます。プレッシャーがね、結構ね、35ミリとか50ミリでね、スナップを撮ってると人のプレッシャーがきついんですよね。まあ、人のプレッシャーがきついって、そういうところにいいと言いつつ、あんまり人が写ってないんですけど、人がいるところのシチュエーションがなかったんで、まあ、こういう作例になってしまってますが、今回はね、このようにね、ちょっと、これハイライトシャドウ、光の境界線撮ってるんですけど、シャドウ部分がね、もうあんまり閉まってないところを見ると、やはり加減像だったと思いますね。失敗したなーって感じですね。まあ、結構ね、現像時間、データシートとかもそうですけど、長めに書いてあることが多いんです。なんでかっていうと、短いよりは長い方が絵が出るからなんですね。結構ね、まあ、長い時間加減像してもね、その普通に見えてしまう、ことが多いと。まあ、同感現像にはなるんですけども、そのハイライト部分が完全に飛んでしまうとかそういうのにはなりにくくて、単純にね、暗いところが明るくなってしまう。あとは流浄感が出てしまうと。まあそういう写真になりがちなんですね。で、今回ね、N75、オルボ N75、結構ね、アンダーで撮ったんですよ。まあ、ISO は320ということでね、320なんですけど、まあ、400で日中で、1000分の1の F8 じゃないですか。で、もう1段落とすっていうか、320なんで、1段落とすともう200になってしまうんで難しいなと思って、まあ、とりあえずその400の設定のまま撮っちゃうと。で、まあ、多少アンダーになるけど、まあ、いいかなと思ってやったんですが、まあ、アンダーになってる写真1枚もないじゃないですか。つまりもうこれは完全に加減像だと思いますね。オルボ N75 をね、使用される方、現像時間には十分、注意が必要になってきます。データ通りのね、評判通りの時間でやると、かなり加減像になってしまいます。柔らかくするにはいいかもしれませんが、まあ、締まりがない写真になってしまう、コントラストが低い写真になってしまうんで、ね。で、オルボ N75 なんですが、一応、カワウソ商店さんの方で長巻きで入手することができますね。B&H フォトにはありませんでした。で、長巻きでね、100フィート巻きが1万1000円で売られてましたので、まあ、大体ね、20本から22本ぐらいね、上手に撮ったら22本ぐらい撮れることもあるんですけども、36枚撮りフィルムがね。で、1本あたりにすると、まあ、大体500円ぐらいになってくるのかなと思います。長巻きでね、フィルムローダーに装填するとね。まあ、1万1000円だったらまだ買いかなっていう価格ではありますよね。まあ、現状、モノクロフィルムが1本1000円をね、超えてくるような時代になってきてますので、カワソ書店さんは、送料も無料ですしね、そういう意味では、ま、買ってもいいんじゃないかなと思いますが、ちょっと今回はね、そのオルボ N75 のね、実力を十分に発揮することはできませんでした。もうなぜザラザラもザラザラなんでね、どうしようもない写真になってしまったんでね。もう一本あったんだったかな。今度は現像時間7分30秒ぐらいにしてみようかなと思いますが、まあどうかなっていう感じにはなりますね。残念。もうちょっとね、いい作品にしたかったんですが、もう完全に加減像になってますね。まあ、増感現像したらこんな感じになるよと、いうことになりますかね。増感、多分、ISO 1000ぐらいまで増感になってると思うんですけどもね、これね。ということで、増感はあんまりおすすめできないフィルムになってくるかな。結構流浄感が、出てしまいます。分かったのはそれだけ。そんなわけでね、今日の動画はね、ちょっといまいちの動画になってしまいましたが、まあ、こういうこともあるかなと。まあ、モノクロ写真、まあ、アナログ写真なんですけど、まあ、失敗もね、あると、失敗は成功のもとということで、慣れないフィルムを使うとね、こういうことが起こりがちなんで、やっぱ
ある程度ね、そのフィルムが決まったらずっと同じフィルムを使うっていうのが、まあいいかもしれないですね。はい、今日のこう動画はこんな感じです。ここからはね、作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー。今日のトップバッターは夢旅人さんですね。1枚目のタイトル、道の駅。2枚目のタイトルは、もしやということですね。1枚目、年末に知人と出かけた時、道の駅で撮影しました。栃木県道の駅三鴨です。撮影機材、シールックス2、コンデジですね。800万画素のコンデジですが、モノクロモードで撮影しました。2枚目はね、撮影機材と撮影場所は同じ。知人が見つけました。これはもしや、海外で有名な人と思って撮影したけど、よく考えてみると、メッセージを伝えるはずなのでこれはないなと思いました。それでも目立たないところにありましたので撮影しましたということですね。で1枚目からいきますがね、これねよくある構図ではあるんですが、そつなくまとめてます。光も非常にいいですね。左右対称に綺麗になってます。まあデジタルということでね、まあ流暢感とか当然ないんですけども、デジタルのモノクロもまあまあいい感じですね。で2枚目なんですけどね、有名な人ってこれインディアンのね、マークなんですけど、僕はちょっと存じ上げてないんですけど、なんでこんなとこにインディアンのマークがあるのかなと、ちょっと不思議ではありますね。2枚ともね、モノクロではありますが、ちょっと柔らかい調子になるのかな。うん。デジタルでね、モノクロ撮ると結構柔らかい調子になるものが多いと思います。まあ、ソニーのね、デジタルとかは、ハイコントラストモノクロとかいう、そのモードが搭載されてあることもありますけどもね、まあ、柔らかい調子がクロート好みっていうことで、多分そういうセッティングになってるんだと思いますね。まあ、フィルムを変えて調子を変えれる、まあ、フィルムカメラとはちょっと違うんですけど、まあ、デジタルでもいい感じではありますね。はい、夢旅人さん、ありがとうございます。次は、ケンちゃんさんから2枚ですね。作品投稿です。タイトル、1枚目、思い出です。キャノン EOS 7D、60mm マクロ。なかなか子供は見せてくれませんが、ある時から子供を連れて店に来るようになりました。店のおばさんと親しく話すのを見てからです。いろいろ思い出もあります。今は娘さんが代わりに上がってきて、おばさんは引退されました。2枚目、タイトルは、泥ナマズをゲット。ニコン D90 VRAFS75300 です。万博公園蓮池です。ちょこちょこ行きますが、なかなかこのシーンは当たりません。子育て真っ最中ってことですね。で作品なんですけど、1枚目、これね、お猿さんとね小猿なんですけどもね、まあ、母猿のね、優しい表情が非常に印象的ですね。まあ、お母さんはこんな感じなんですかね。お猿さんもね、非常にいい写真ですね。で、2枚目なんですけどもね、これはなかなかのシャッターチャンスだったと思います。泥ナマズを捕まえてるね、これ、カモじゃないね。これ何になんだろう。ウかな。でね、釣り糸かなんかがね、絡まってるのが非常に気になりますね。まあ、万博公園ということなんでね、多分ね、ブラックバスかなんかがいるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、釣り人のマナーがもうちょっと良くなったらなって思うところですかね。僕もね、時々は釣りするんですけどもね、まあ、一応は、ちゃんと片付けて帰ってます。それどころか、その、誰かが捨てていったやつをね、拾って帰ったりもしますけどね、釣り糸はね、できるだけ回収して帰りましょうっていう感じですね。はい、ケンちゃんさん、ありがとうございます。次はガメラさんの作品1枚ですね。おたきさん、こんにちは。お仕事中の感染にご注意くださいねっていうことでね、ここにね、消毒薬をついにつけましたが、もう結構気を使っております。視聴者の作品投稿します。神社の片隅であまりにも存在感と風格を感じたので撮らせていただきました。存在感、風格が表現できてますかね。撮影機材ニコン F4S、AF ニコル 3570、F2.8、富士カラー100で撮られてますね。作品なんですけどもね、これね、風格というかね、ちょっと表情が面白いんですね。なんかちょっとね、悩ましいような表情。結構ね、寄って撮られておりますよ。それがまた印象的でね、ちょっとね、頭の角度が下がっているのがまたそれをね、強調しております。結構面白い写真になっておりますね。カメラさん、ありがとうございます。
次は鋼鉄のゆりかごさんから2枚ですね、少し前のものですが F501 での作例を投稿します。私の常用レンズは 24mm と 50mm なんですが、今まではカメラ2台にそれぞれつけて2台持ちで取り歩いてました。オタキーさんのズームレンズレビューに触発されて AF=2450F3.3 から 4.5 で撮ってみました。1枚目が 24mm、 2枚目が 50mm です。2枚目はローキー調に加工してます。レンズ1本で気楽に取り歩きにはこれで十分かなっていうことですね。で、昨年なんですけどね、このレンズ本当にね、解像度が高くて良いんですね。で、昨年にも現れてます、ね。結構ね、絞って撮ればね、本当にね、バリバリに解像するレンズでね、1本でね、24mm から 50mm までをカバーできる。2枚目はちょっとね、暗く沈んでしまったんですが、解像度は十分に出ていると思いますね。ズームレンズなんですけども、倍率がでかければでかいほどやっぱりね、画質の低下とかがありますんで、2倍ズームのね、このレンズ非常に使い出があると思いますね。はい、鋼鉄のゆりかごさん、ありがとうございます。はい、次はね、カメラオンさんから2枚ですね。お疲れ様です。カメラオンです。久しぶりに作品投稿いたします。先日ヤフーでリコー AF2D というコンパクトカメラを手に入れましたので、浅草で試写してきました。久しぶりの浅草、新しいビルが増え今も建設中でした。昭和からある建物のエリアがどんどん少なくなってきて寂しい限りです。あの雰囲気、一度味わえば二度と味わえない時代の重みを感じます。今のうちにたくさん撮りに行こうと思います、ということですね。1枚目、背後から迫る開発。2枚目、運休するアトラクションと建設中ビルディング。2枚ともカメラはリコー AF2D フィルムアクロス2、現像 SPD1:1 19度7分30秒、スキャナーはキャノンスキャン 8600F ということですね。で、作品なんですけど、1枚目がめちゃくちゃ好きですね。これタイトル画面行きましょうか。光の境界線を使ってね、古い街並みとね、新しい街をね、融合している写真になってます。非常に写りがいいですね。スキャナーもいいですね。これなかなかいいですね。で、2枚目なんですけど、2枚目もね、明暗の差をうまく活かした、写真になっておりますね。手前をね、かなり落とし込むことで、後ろのね、これタワーになるのかな。これが非常に、活かせてあると思います。2枚とも良い感じですね。カメラオンさん、ありがとうございます。今日はこんな感じになっていくのかな。作品投稿のコーナー、ちょっと投稿が少なめになっておりますので、また投稿よろしくお願いします。今1名待ちですね。で、投稿のね、ルールはね、私の YouTube の動画の概要欄に、記入してあります。そちらを参考に投稿していただければと思います。Twitter のね、 DM で投稿することになりますので、よろしくお願いします。他のコーナーの、ルールもそちらに記載してありますので、参考に、投稿してください。はい、今日の作品投稿のコーナーここまで。ここからはね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、今日の俺のカメラはガメラさんの俺のカメラですね。オタキーさん、こんにちは。久々に俺のカメラに投稿です。アルコ35です。昭和30年頃のカメラで、国産の蛇腹スプリングカメラだそうです。リサイクルショップでジャンク500円で入手、安いな。スプロケットを回転させないとシャッターボタンのチャージができない構造が分からず、巻き上げノブが無限回転するから故障ジャンク扱いされたようです。セルフコッキングはないので、巻き上げとシャッターチャージは別々で、共に期間良好。レンズも汚れだけでカビ曇りもなく、分解清掃で綺麗になりました。現在試写中のお気に入りですってことですね。で、これね、なかなかですね。これ状態結構いいんじゃないかな。コリナ F2.85cm ということで、シャッターは成功者のラピッドみたいですね。多分ね、そのテッサーとかのコピーレンズになっていくんでしょうけど、これ映り楽しみですね。これ上に乗っかってるのは露出系かな。それにしてもね、セルフコッキングがないのに巻き上げとシャッターチャージが連動しているっていうのが非常に面白いですね。これね、チャンスがあれば探そうかなと思うぐらいぐらいですが、まあ、蛇腹カメラはね、蛇腹の状態がね、どんなのかっていうのがね、一番気になるところです。昭和30年ということで、もうすでにね、65年ぐらいか、近く経っておるということで、蛇腹の状態が気になるところでありますが、光漏れがないことを祈ります。ガメラさん、ありがとうございます。
はい、俺のカメラのコーナーはここまで。ここからはやったはやっちまったコーナーになります。はい、やったはやっちまったコーナー、今日のはすごいぞ。はい、ヤスさんかな、これヤスさんのやったですね。おたきさんこんにちは。いつも楽しく見させてもらっております。初めての投稿です。やったやっちまったのコーナー、やったの方です。14日の金曜日、カメラの北村にてニコン F3 ハイアイポイントと AIS24mmF2.8 をそれぞれ770円で買ってきました。これはありえん、これはありえんぞ。F3 はカビと電池蓋の固着がありましたが、電池自体の液漏れもなく、カビも簡単に清掃できたので、早速フィルムを入れて撮影しています。AIS24mmF2.8 は特に問題もなく、レンズも綺麗でリアキャップ付きでした。まだ学生の身分ですが、大切にたくさん撮りたいと思いますって。いや、これはマジでありえん。これレシートも載ってますが、これね、D70S ボディとかもなんか770円で買ってますが、これ何なんだ一体、このレシートは何なんだ、ありえない。いやー、F3 がね、770円。レンズも770円ということで、まあね、多少の手入れは必要だったんだと思いますがね、多分ね、オタッキーの動画を見てる人みんなが、この野郎って感じのね、これはありえんぞ。おめでとうございます。投稿ありがとうございます。というわけでね、今日の動画はこんな感じになっていきます。肝心のね、メインの作例がね、今一つか今二つか、今三つぐらいになってしまって残念ではあったんですがね、これは今後教訓にしていこうと思います。ちょっとオルボーのフィルム、現像時間に注意ですね。ドイツのフィルムになるんですけどもね、実力は結構あると思います。ネットとかで見たら結構いい絵が出てるんでね、また再度挑戦していこうと思います。はい、今日の動画はこんな感じで来週になっていくんです。来週はね、アリスターエデューウルトラ100のね、作例とかになっていくと思います。多分ね、TMAX100と比較にできるんじゃないかなと思いますが、まあうまいこと現像が上がってきてるかとかもありますんでね、そこ、まあその辺でお楽しみにということですね。はい、今日の動画はここまで。高評価コメントの方ね、ぜひぜひ、よろしくお願いします。コメントはね、もう一気にまとめて返す形になりますが、必ずね、見落としのない限りは、全部返していこうと思ってますんで、投稿、コメント投稿よろしくお願いします。高評価はね、もうすぐにポチッと押すだけでなんでね、今すぐにでも押していただければと思います。チャンネル登録の方ね、結構ね、勢い戻ってきました。月80人ペースで増えていっております。5000人を超えましたらね、カメラプレゼントでキャノン A1 を1台ね、プレゼントする企画をやりますので、今のうちにね、チャンネル登録してお待ちくださいませ。はい、今日の動画はここまで。また次の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。ごきげんよう。さよなら。